皆さんこんにちは。こんにちは。藤ヶ丘ピアノ教室、響きピアノ教室、前山先生と通常のレッスンに申し訳ないです。なんか僕あのためにピアノ教室行ってて、あれが終わったらもう行かないのかと思って。でもそう思いますよね。なんかこのために行ってたんですかって、通常レッスンは普通に続きます、ね、違うんですよね。そう、順番が逆、ね、本当にちゃんとね、あの目標としてるものがあって習い始めて、そこにねたまたまあれがあったものがあったので、こっちが通常なんですね。こっちが通常で、そうなんです。でもなんか今あのうちの教室の大人の生徒さんたちも、はい、結構やっぱり晴れの舞台見に来てくださってる方がいて、あ、はい、あのかなり刺激を皆さん受けていますよ。そうですよね。あの本当にでやっぱり疑ってます、おばあちゃんたちが。去年の11月に本当にどから始めたはわけないと。確かに、いや、なんか子どもの頃やってたでしょとか、あの、まあ、やってなくてもなんか独学でなんかやってたんでしょとか、うん、そうじゃないですもんね。最初こう押してましたからね、どうやって。そう、そういう説明するとみんな、でもまだね、いやそんなはずはないって、おばあちゃん。あの体験レッスンのあの証拠、あ、ね、ありますもんね。あ、もあの前山さんもちょっと疑ってましたよね。いやそんな、全くゼロなんて、全く少しぐらいは、全くゼロですねって言いましたね。本当にゼロですねって言いました。あのリアクション最高でしたね。そう、結構大人の方ね、全く弾けないって言ってくるけど、実なんかそうでもない方のパターンもかなり多くて、結構子供の頃やっぱりやってる方多いですよね。でも、そうみんな謙虚だから全然弾けないんですとかですよね。そうなんですけど、パソコさんの場合本当でした。さあ、ということで、はい、まあ、今バンナムが3の、ね、はい、最初ぐらいなんです、はい、あけども、はい、今回、あかねさんと弾いたシャイニングスターの最初の1ページの途中あたりは、はい、これはやっぱり4の最後ぐらいまで行ってると、はい、なんか結構デイリーにできそうなぐらいかなと思いますね。はい、まずはね、そこのあたり目指して弾けたらいいと思います。はい、パソコさんの弾き語りとか考えていくと、こういう和音とかにやっぱりたくさん慣れるのも、ね、はい、すごくいいので、はい、ではインディアンやっていきたいきましょう。はい、弾いちゃってたっていうことと、はい、少しアクセントが、はい、他と比べて、はい、差がありすぎるので、はい、もうちょっと自然でいいかなと思います。はい、強すぎないようにしましょう。はい、で、ここを、はい、2の指でやっちゃってますね。あ、ポジション通りでいきましょう。3で、はい、いきましょう。それぐらいですね。はい、じゃあいきますよ、せーの。ドン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 、もうちょっと体重が乗るぐらいの、
で2で弾いてるので、はい、2から2の指でミニフラット弾いてからソを捉える幅感と、はい、ちょっと3になってると違うので、はい、今ソがちょりっちゃうんですね、はい、この辺に行っちゃってるんで、はい、その距離感をもうちょっと修正しましょう、はい、気持ち早くいきましょうか、はい、ドン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 、はい、どんぐらいでいってみましょう、せーの、練習してるのでテンポ上げてもついてこれましたね、はい、で、早い方がアクセントがつけやすかったんじゃないですか、はい、あ、確かに、はい、やっぱり流れがないとアクセントつけたいっていう欲求が生まれてこないので、あ、はい、あ、はい、あのクラシックの世界だと結構動機って言葉で言うんですよ、はい、やりたくなる、はい、あ、はい、音楽的な動機が、はい、そう、早い方がアクセントって分かりますよね、あ、ゆっくりね、はい、その動機が出てこないので、はいはいはい、今良かったと思います、はい、4ヶ月ぶりにですね、4ヶ月ぶりに課題をこうクリアしました、4ヶ月ぶりに4月24日からかかりましたね、さあ、ロバタ行きましょう、左の第一関節が反っちゃってるので、はい、そして絶えず、はい、ね、第一関節を立てて、あったかいとイメージして、行ってみましょう。この、の、オッケー、オッケー、オッケー、いいですね。せーの。使い方が、はい、こう構えてるんだけど、はい、押すときはこうなんですよ、ね、あ、なるほど、はい、それをこのままこういう形で前腕全体を使って、そう、あの、あ、特にこの外しを押すときこうなんですよ、ね、あ、なるほど、はい、じゃなくてこう、そう、ま、なんかまだなりそうなちょっとこういう使い方の癖があるんですよね、はい、この指、はい、このままどこも動かさないで、ちょっとこうなっちゃうんですよね、そう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 、で、こう支えちゃうんですよね、こうなっちゃってるんですよ、はい、この今のこの形のまま、はい、この形のまま押せるといいんですよ、はい、で、こうなるんだよね、あ、はい、これ自分の意識、そう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 、そのまま、そう、3の指も一緒に押すと多分それが顕著に、そうそうそう、ああなりそうだそう、 OK 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 OK、 これ多分、はい、かなり意識しないとこの形にならないんじゃないかなと思って、これ後々、はい、後々やりにくい動きが、はい、
苦手だなっていうのが出てきちゃいそうなので、はい、これ今のうちに意識しましょう。はい、あの5の指で感じない、あ、右は感じないんですよね。右ですよね。右はキープできますよね。ここはクッて入ることは、はい、こうなることはあんまないんですよ。あ、はい、うん、そう、左だけなんか生徒さんで歯医者さんがよくこうなるんですけど、へ、なんか5の指でこうちょっと支えながらこう口の中を、はいはい、あ、うん、あ、なるほど。たりするのでちょっと、あれ、歯医者さんです。歯医者さんもやってらっしゃいます。実は歯医者は10年小冊子に書いたりもして、そう、ちょっと小指の使い方が、はい、もしかしたらカメラマンさんのことは何かありますか。もしかして小指をこういうふうに支えたり、ね、関節がこうなるような支え方とか、まあ、カメラマンでもない気がしますね。ないですね、うんうん、で、幸い右がいい形でできているので、はいはい、右を参考にしてみると自分だと分かりやすいので、その違いを、はい、そうですね、今は OK ですね。手首はあんま上げずに、手首が上がるとますますこうなりやすいんです、はい、うん、そう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 、OK です。そしたら、はい、その動きが、はい、今日ここで、あ、出ますね、はい、だからこれは弾ければ OK かな。あ、はい、うんうん、OK、 じゃあもう一回一応これ意識しつつやってみましょう、はい、お願いします。あ、これがダメで、はい、これだといいなの差はつけられてます。はい、オッケーです。さあ先に宿題としてちょっとこれ見る前に、はい、こっちちょっと説明しちゃいます、はい、これが3号で同じなので、はい、音符は違うんですけど、はい、OK、です。そう、そこをちょっと左気をつけて、ポジションと、はい、こっちのどのポジションと行ったり来たりする練習になってます。はい、OK、です。で、名前をしっかり読んで。で、OK。そう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 、これまだなんか押すとピーンってしちゃうんですよね。そうそうそう、この形のまま、うん、これですね。で、今ってどこまで行きました。ここに行きました。あ、ちっちゃい、で、そしたらこれがこれ読めますか、はい、これは何ですか。これね、ダから始まるんですよ。ダ、ダ、で、Cがカーポ、ダカーポ、ダカーポ、アル、
カープ最初ですね、はい、最初に戻って、はい、あ終わりのマークまで引くで、ね、あなるほど、はい、左の、はい、かなりちょっと意識取られると思うんですけど、はい、いい練習になるので、はい、行ってみてください、はい、で水玉模様、やる前より余裕が感じれてるんじゃないですか、教本自体に。そうですね、うん、でも意外と難しいですね、うんうんうん、ですよね、はい、なんか別物ですよね、基礎と。あ、そうですね、はい、飛び級したものって、はい、もう久しぶりにシャイニングスターの楽譜を見たら、はいはい、なんだこれはみたいな、こっちにこの今あーもう見慣れたから、逆に、はい、大丈夫みたいな、いっぱい書いてあるですよね。誰って、まあ、今度ははい、もう正式にオファーが来たので、はい、11月にね、はい、あれ要はあれね、吉本の元芸人さんのアップダウンっていうコンビの方のお芝居の上映、はい、プラスライブもやると思うんですけど、はい、あの歌ってる方で、はい、でそれの前座を務めるっていう感じなんです。すごい。そうなんですよ。なのでもう、はい、弾けなくなっちゃうと思い出すの大変なんです。なぜ楽譜があんまり読めてないので、はいはいはい、だから弾ける状態をキープし続けるっていうのが大変ですけど、はい、やり続けてください、はい、でじゃあこれ今って初見になりますか。あ、そうですね、さっきちらっとだけ見ましたけど、うんうん、ここが小玉になってるなんて気づきました。あ、ドミソドアドレミ、ドレミ、ドレミ、はい、で小玉って大きく言って帰ってくる音ちっちゃいよっていうのがちゃんと表現になって、はい、しかも同じ音になっているので、はい、ちゃんと小玉をね表現してい、はい、行ってみましょう。もうちょっと強くてもいいかもしれない。ドットでドなんだけど3からやる。あ、はい、ちっちゃく、でこのソラレガートをキープして左だけ離して、で、ポジションをしっかり、
OK なので、はい、まあ、今初見ほぼ初見なので、はい、難しいんですが、やっぱりレガートするしないっていうところまで含めて、はい、もうちょっと見ていけるといいですね、はい、じゃあもう一回いいですか、はい、5の指の使い方をちょっと観察してみて、はい、もしかしたらそういう使い方が多いのかも。あ、はい、パソコンとかか。あ、でもそうですね、こうやって押すとかはありますか。どうだろう、こういう感じなんですけど、こうかな、うん、パソコンもあれですね。そうですね、
の自分のなんか体の使い方の癖って本当に、ああ確かに、ね、ありますよね、はいはい、それぞれにありますよね、はい、ではカゴメと商品、はい、弾いちゃってるんですよ。あ、これ。そうそうそう。地味に難しいですからね。かなり難しいですよね。これ時間食うな。うんうん。これですよね。はい。はい、まあ最後のこの動きもね、はい、定着するの時間かかったと思うんですけど、はい、よくコントロールできてると思います。はい。跳ねる音をもっとしっかり跳ねちゃって大丈夫なので、はい。そう、一回頑張ってみましょう。はい。のいやこれ地味にめちゃくちゃ難しいので難しいなと思って、いやそれでちょっとあの、はい、オリジナル曲とか言ってるちょっと時間ないんですけど、結構大変だなと、なんか意外と終わらないぞみたいな、よくやりましたね、はい、特にこのパターンですよね、はいはい、逆ですもんね、はい、逆逆で右は切る左で、はい、で今度逆で左が切る右でが、はいね、こんなことやってるんですよピアノって。ね、これですよね。でもまあ今回これがね、はい、こういうのをあの大人の人でちゃんとやってくるかは言ってもね、でやっぱ何週も何週も、はい、まあ進みますかってなっちゃうと、そこら辺で分かれちゃうんですよ。だけどこれはなかなかモチベーション、うん、いやですよね、ですよね。やっててなんかこれを、うん、この曲を、うん、っていうのはなかなかあのですよね、厳しいですよね、よほど目的意識がないとなんかこれやってても意味ないんじゃないかに引っ張られそうになりますよね、でもこんなことばっかりなので、あ、はいね、はいはいはい、曲の中では、はい、で厳しく言うとこれがコントロールできなくてかっこいい弾き方なんてっていうことですよね、 でまあ多分そこにご自分で落とし込めてるから、はい、あ、はいはい、大丈夫なんだけど、そこですよね。そう思わないと多分、うん、そうなっちゃいますね。それはそうなっちゃいます。で、まあ、はい、もう自分で自分には厳しくはいいので、はい、この程度のことできないで、はい、確かに。っていうふうに考えていくしかないですよね。はい。はい、うん、そうできてると思うんで、で、バッチリですよ。これちゃんと乗り越えてきてるんで、はい、OK です。ありがとうございます。今週の MVP です。今週の。これ。今週の。でもまあ、あのフィリアホールの演奏を聴いた人はこれで苦労するっていうのがちょっと想像つかないかもしれないですよね。そう、そうなんですよね、うん、いやなんかあれを弾けたからといってこれだっていうことにはならないんですね。でもこれが積み重なっていくと、はい、ああいうレベルのものはいつでもお茶の子さいさいになってくるっていうのは、はい、本当逆なんですよね。確かに、確かに、はい、逆ですよね。そう、確かに、ああいうのいくらやっても基礎力は身につかないので、はいはいはい、ただあれから得られたものは大きいと思うんだけど、そうですね、はい、
いやでもちゃんと1個積み重なりましたので、はい、素晴らしい。では行きましょう。いや、よくやりましたよ。こことかのね、レガートのコントロールとか、はい、で1個だけです。これは、はい、左がずっとそうしてる時に、はい、だいぶ2ネビとかこの辺にさまよっちゃってるんですね。あ、はい、でも最後まあなんとかうまくこれは収めてるんだけど、はい、基本的にこの形が動かないように、はい、ファニーで、まあ、やっぱ5ネビが落ちるんですよね、はい、だからこう広がっていっちゃってる形、はい、こんぐらいでしたね、聞いてた、はい、あ、そうじゃなくこの形をキープしたまま、はい、いつファーとかね出てくるか分かんないですから、はい、そこだけ気をつけてもう一回いきましょう、はい、ちょっとずつしていきましょう。はい、はいはい、これ OK です。はい、
よくできてます。あとこの辺も難しかったと思うんですけど、はい、でこの切ってとか、はい、全部いいですね。花丸です。すごいこれも難しい。いやちょっと終わらないんだけどでもよくあれですね、はい、あの次のレッスンまでにちゃんと仕上げるっていうのを、はい、羽の舞台で経験できましたね。そうですね。ちゃんと引き上げるっていう。そうですね。あのテンションで、はい、やらできるんだぞっていうのが最大の収穫。いいですね。いや、うまくなりますよ。さあ、ちょっと新しい課題を持ってきます。はい、ありましたっけ？雨上がりとかなんかいくつかまだ。あ、ありますね。あ、ちゃんとありますね。沖縄ありますね。はい。で、あの、はい、もし時間があったら、はい、コピーものをどんどん進めるといいですね、はい、こっちに追いつく感じで、はい、ちょっとこう難易度が追っかけてるので、はい、これの方がちょっと前なんていうかな、少し簡単なので、はいはい、この曲数やるのがね大事なので、はい、やってみましょう。で、番号を消してくださったんですね。あ、これあれですかね、どうなってたんですかね。ない方がいいです。番号消えてた方がいいですね。なんか、うん、このままでもらってたのか、うん、多分ね、はい、あの消してくださいにどっかでなって、小さんが多分黒で潰してくれたんだと思う。そうですか、はい、うん、いきましょう。ちょびっとやったんですよね。ちょびっとやったんですね、うん、いいです。まあこの辺にちょっと注意は書いてあるので、はい、意識をして。で、松木さんやっぱり左手の角度っていうのを思い出す回数が増えていくようにしましょう。はい、うん、いつも気をつけると無理なんで、はい、そう、気をつける回数が増えていけば増えていくほど定着するので、はい、気づいたら、はい、うん、はい、今日のことを思い出してください。はい、でもこれあの前も言ったかもしれないですけど、はい、
この間シャイニングスターみたいなレベルで、はい、ご自分の曲を弾き語りできたら、はい、まあ結構目標達成ですよね。 あれぐらいのものが、はい、まあ、今回スペシャリティであんだけ練習してあそこに到達したのか、はい、そうじゃない、もうそもそもあれぐらいは日常の演奏として練習ができるところに持っていきたいと、はいはい、でそれが、まあ、ゴールが明確に見えたじゃないですか、はい、先取りできた、はい、体験できたと思うんですけど、はい、そこのあれぐらいシャイニングスターのアレンジの楽譜に、はい、まあ簡単に言えばここ100曲ぐらいですよ当たったあちょうどあるんですけど、それぐらい本があって、はい、あのレベルが特にあの16部が最後の方のね、あのソロのとことか、はいはい、までまあ100曲ぐらいあればですから、はい、あと99曲ですから。いやーすごいですね。まあでも何万曲もとかじゃないので、確かに、はい、100曲やればあれが弾ける能力が手に入りますから。確かに確かに、はい、そう考えてください。で一回身につけたものはもう楽器の能力が奪われないので、あなるほど、ね、はい、多少ちょっと時期離れても、はい、あっという間に復活できるので、なるほど、はい、ぜひそう思って一曲一曲をなんとかモチベーションがね、はい、ちょっと引っ張られそうな時にでそれをねなんか回避する方法は本当にないです。あ、はい、絶対にないので、はい、大人のっていうのはないので、はい、さあ5月に行きましょう。知識はないんですけど、はい、まあ、基礎固めと思ってしっかりやっていきましょう、はい、でこれもお願いします、はい、
ね。いやすごいですね。はい。ですね。なんとか頑張れそうですか。はい、大丈夫と、うん。はい。このなんか今これピティナ1っていう本なんですけど、はい、ちょっとこのピティナ1の20、はい、今お渡ししてるぐらいまでが結構退屈ゾーンで、はい、あー、はい、でこのあとどん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 やっぱり曲らしくしっかりなっていくんですね、はい、で今なんていうかな、本当なんか苦悶式と一緒で、はい、この辺りをね適当にやると後々がそうなんですよ、いろんな大人方見てきてここら辺が大事なんだなっていうのを、僕若いもう15年前だったら飛ばしちゃいましょうって言ってたと思うんです。で結果あんまりうまくね、さすがあげれなかったんですよね、大人の方を。あだからこの辺にあるんだなっていうのが今気づいてて。なるほどね、はい、で今もうちょっと、はい、見てるポイントとしては、はい、なんていうかな、うーん、同じようなの続いてるじゃないですか、はい、言ったらね、はい、でそれの見た時の反応の速さとか、はい、しっくりきてる感とかを見てるんですけど、はいはい、でほとんど初見のものでレガートするしないをどこまで感覚的に考えてじゃなくて、はいはい、もうなんか同じ音が見えてるのも自然と離れてて、でその時に一緒に話しちゃうとかじゃなく、はい、その辺がどうかなっていうのを見てるんですけど、はい、この辺りでビシッとやっとくと、はい、あとあと違いますから、はい、で音符難しくなってきた時にそれもう一回やんなきゃいけないと、はい、もう大変で、あな、はい、確かにこのドレミファソばっかりの時に、はい、特にそのレガートするしない同じ音の処理、はい、あの徹底的に体に入れてください、はい、もう考えなくてもできるように、はい、それをポイントにしてください、はい、やっぱ子供がねどうしてもそれが早いんですよね、やっぱね、あその動音の処理とレガートするしないを、はい、そこは柔らかさがやっぱり音のない部分、そこがね、はい、早いんですよね。なのでそこは我々にはないので、なんとか意識して定着させるっていうことが、はいはい、ね、天下の笠子さんでもSNS1 個発信したら1回練習するぐらいの今本当そんな感じでやってます。素晴らしい。あのパソコンに向かって練習してみたいな、あの交互に練習しちゃうんじゃないですか。本当にこれ終わらないなと思って、せっかくあれの舞台終わったのに、もうなんかマインドそんな変わんないですよね。追われてる感じですよね。でも だいぶ楽ですね、うんうんうん、この日までにそうですよ、ね、やるっていうのはだいぶ違いますからね。だいぶ違いますですよね、はい、これってあれですか、なんかの、はい、見本を弾いてもらったのを見た方がいいのか、うんうん、あのね、なんか音楽的にはそうなんですけど、はいはい、まあ、まだそこまで音楽的な曲じゃないから、はい、今はなんか結構物理的にこの、はい、あ、はい、あ、じゃあその方がいいですね、はい、それでいいと思いますね、はい、で、まあ、多分探せばこういうのも上げてる人いると思うんだけど、はい、おそらくすごい早いだろうし、あ、はいはいはい、ちょっと逆に良くないことがありそうな、あ、はいはい、はいがするので、はい、ですね。なんか弾き、そうですね。もうちょっとしたらこんな風に弾きましょうとかは、やっぱ僕が弾いて動画撮って、あ、ね、見ていただいてとかでもいいかなと思うんですけど、はいはい。今なんかそういう物理的なことをちょっと練習をやっていきましょう。はい、で次の時にが、はい、いつでしたっけ？だいぶまた先ですよ、ね。20日になりますかね。はい、でしたかね。はい。その前には楽譜を、その前にデータでまずはこの曲にして、あ、はい、はい、お送りします。ありがとうございます。よろしくお願いします。とりあえず今宿題入れていただきました。いや、なので、まあ、ありがとうございます。あれば、もちろんね、まあ、これになんかちょっと気分転換の意味も含めて、確かにあるとやっぱりあのバランスいいなと思うんで、ちょっとそこは僕の、はい、あのちゃんとやりますので、はい、ちょっとお待ちください、はい、じゃあそんなわけで、はい、そんなわけで、はい、通常レッスンということで、前山さん、何か告知は、はい、11月13日に、あ、もういい告知大丈夫です、はい、あ、詳細があれなんですけど、川崎のまた
また別に、また別に付近しますかね。別に11月13日に、ね、ちょっといいことがあるぞ。川崎に、はい、で出ると。出ると。あとですね、ちょっと間空いちゃうんですけど、去年と今年晴れの舞台出演者出れる人は全員でライブをやろうということで、会場も昨日抑えました。いつですか？ちょっと先になんですよ、なかなか取れなくてね、はいはい、2月になっちゃったんですよ。ああなんですけど、はい、まあ、次回の募集につなげるっていう点では、はい、ちょっといい時期はいい時期なんで、確かに確かに、はい、またみんなの演奏が聴ける機会もありますので、はい、2月ちょっと後でスケジュールも、はい、あ、わかりました、はい、ということで、はい、また、はい、全部見てください。ありがとうございました。ありがとうございます。